君のドルチェ&ガッパーナのその香水のせいだよ。いや、香りって私たちの記憶とか感情に深く結びついてますよね、うん、ということで今回は香りについて新しい取り組みをやっている企業にお邪魔したいと思います。五感の中でも最も未知な領域とされる嗅覚。香り付き柔軟剤やアロマのブームなどにより香り市場は年々拡大。そんな香りについてある画期的な開発を行っているのが2019年創業セントマティック株式会社。その取り組みについてクリス・トシハル社長にお話を伺いました。こちらね、香りに関する開発を行ってるって聞いたんですけども。そうですね、私たちは香りと言葉を相互に変換できる AI システム、香りムというものを開発しております。どういうシステムだろう。香りと言葉の変換システム、香りウムとは一体どういうものなのか、ルリちゃんがいざ体験。まずですね、こちらに4本の、はい、4種類の香りがあるのですが、はい、ちょっと直感的に嗅ぎ比べてみて、今日はこれが一番好きだなっていう1本を決めてみてください。一番かな、はい、おー、また全然違った香り。直感的にでもこの4番かな。ではですね、この4番をですね、はい、こちらに置いていただいてよろしいでしょうか。おお、なんかついた。あ、言葉がたくさん出てきました。この香りの感じ方の表現が、今だいたい20個ぐらい出てきております。そう、香りウムとは人々の香りの感じ方やインターネット上の膨大な言語表現を学習した AI により、目に見えない香りを言葉で可視化するシステムなんです。そして言葉の中からその香りが好きだと思った理由をタップすると、そうするとですね、今みずみずしいという要素がある香りが、このように、出てきております。本当だ、光ってる。好きな香りを選び、その香りが持つ言葉からイメージに合うものを選択。さらにその言葉に紐づいた好みの香りを選ぶ。この作業を繰り返すことで言葉を起点に好みの香りを見つけることができるんです。自分の知られざる好みが暴かれて、ちょっと恥ずかしいような気もしますね。そうですね、自分の内面が出てくるようなこともやっぱりあります、さらにですね、香りウムが今日選んだ言葉だとか、感じた香りからですね、情景の表現を作ってくれます。情景？はい。疾風の中を凛と泳ぐ鯉のぼり。自分のこう性格とかもあるんですか？これ。そうですね、性格の時もあれば、その時自分が求めてる感覚が出てきちゃうこともやっぱりありますね。疾風の中を凛と泳ぎたいのかな。風吹いてうわーみたいな。ちょっと2021年頑張ります、鯉のぼりで。今まで香りを選ぶときなんとなくこれが好きっていう風に選んでたので、言語化されていくことで、この香りはこういう香りだから自分は好きなんだなっていうことを再認識できたの、例えば J-POP を聴いてる時の感覚とクラシックを聴いてる時の感覚も全然違う、泣ける歌っていうのも歌詞があるから情動増幅されてブワッて泣いちゃうみたいな、やっぱり言葉って人間の五感から入ってくる感覚に対して実体を与えたりだとか情動増幅するようなそういう力があるだろう。この曖昧な感覚をもたらす香り、言葉を組み合わせることによって全然違う体験ができるだろうというところで作っちゃったのが香りウムなんですね。セントマティック株式会社は香りを言語化する AI システム、香りウムの開発と、教育、小売、アート、エンターテインメントなどさまざまな分野で香りウムを用いたビジネスを展開する企業。そんな香りウムが飲食分野とコラボレーションしたのが、4月にオープンを予定している日本酒バー赤熊。テーブルのタブレットには日本酒向けに開発されたカオリウム4酒が内蔵。日本酒の銘柄をタッチすると、一般消費者の感性とさまざまな日本酒の風味情報、さらに日本酒ソムリエ赤星啓太さんの感性を学習した AI が、ふくよか、涼しげ、温かみという3つの要素のバランスを軸に
さまざまな言葉で風味を教えてくれるんです。例えば伊予かぎや室賀純米吟醸黒ラベルには温かみが強く、パッションフルーツやパイナップルといった南国の要素があるということなのですが、果たして言葉は味わいを変えるのか。あ、確かにパイナップルやっぱり言葉があるから味の感じ方もかなり変わってきますね、はい、さらにそのお酒に相性抜群のお食事を提案してくれる機能もついているんです。今の実は日本酒業界っていうのは本当にちょっと冷え込んでるというか、出会うきっかけが少ないのと、やっぱりわからないってことですよね、うん、そういった時に AI っていうものがあれば、僕がこう感じた香りとか誰かがみんな感じた香りがこう統計的に取れたら、それってすごく役に立つんじゃないかな。一人でも多くの人にこうきっかけを作って、ちょっと日本酒飲んでみようっていうことによって、この日本酒がちょっと売れるようになったら。最後にクリス社長に未来の展望を伺いました。現段階ではそのフレグランスだとかアロマだとか、こういう日本酒の香りを楽しめるような体験を作っているんですけれども、これからその日本酒だとかフレグランスにとどまらず、ワインやウイスキーやチョコレートやコーヒー、お茶などなど、さまざまな香りあるものを対応していけるようにしていきたいなと思っています。僕たちがこういう日常だとか世界にあふれる香りあるものを日々の豊かさとして楽しめる未来を作っていきたいなというところが、まず大きなビジョンとして考えております。香りで人々の生活を豊かに、セントマティック株式会社の挑戦はまだまだ続きます。